回復のユニットたちの役割ごとにちょっと比較していければなと。超使ってますよ。いやこれチュニタスの降臨よく見る。皆さんこんにちは、白黒チャンネルジュニーとジジジチャンネルのみさしるです。はい、今日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、やってまいりました。よろしくお願いします。はい、本日はですね、上級者の道、こちら回復編ということで回復キャラの紹介をしていきたいと思います。では今回はみそちゃんの方から紹介してもらいます。ではですね、今回は回復編ということで、はい、装備、今まではね、その付けたい装備を紹介してきたんですけど、うん、まあ、回復役は精神を上げることが多くて、うん、魔法壁編で紹介した、うん、あの一通り紹介したしましたので、今回はですね、回復の、うん、ユニットたちの役割ごとにちょっと比較していければなと思います。はい、で比較対象なんですけど、うん、順番に、回復役、まあ、このゲームで、ね、トップと言われている、うん、まあ、ハクレーンの魔導士フィーナちゃんとアヤカさんのできること同士の比較、うん、そして召喚師ユーナさんとエイコさんの、まあ、できること、うん、何ができて何ができないのかなという比較、はい、そしてね、3やあの星3、そして星4排出の子で有用な回復キャラを紹介できればなと思います。はい、ではまずはフィーナとアヤカさん見ていきましょう。最強。はい、2人にできることはこちらでございます。はい、はい、同じようにできることですね。まずはケアルジャ、うん、そしてアレイズ、うん、リレイズ、うん、MP 回復もできますね、はい、そして、状態異常回復もできます、うん、全体アレイズ、そしてエスナガ、うん、デスペガ、ライブラ、うん、で LB 上げもう2人ともできるんですけれども、はい、もともとアヤカさんは LB 上げができませんでした。できなかった、はい、フィーナさんの先輩特許だったんですけれども、はい、なんとですね、先日デディケーションという特殊アビリティがアビリティ覚醒しましてですね、はい、うん、そちらアビリティ覚醒しますとなんと MP、HP を回復すると同時に LB も上がるというスキルになりましたので、2人で2人とも LB 上げできますね。はい、フィーナさんの LB 上げはですね、HP を徐々に回復という特殊スキルなので、うん、はい、特殊アビリティなので、まあ、2人がちょっとだけ違う。違いますね。はい、うん、違いますね。はい、で別々のものを見ていきましょう。はい、まずフィーナさんにできることはですね、カウンター回復、うん、そしてタクス、うん、アスピル、うん、連続魔持ってますね、うん、そして全属性耐性も上げられます。はいはい、そしてですね、彩香さんにできることはストップ回復で、うん、先日のアビリティ覚醒でですね、うん、ストップ耐性がつけられるようになりました。お、なるほど。じゃあもうかかる前に予防できると、はい、そうなんですよ、うん、そして、フィーナさんが連続魔を持ってるのに対して、彩香さんはダブル白魔法となっております、うん、はい、はい、こんな感じの違いが出ますね、うん、はい、そしてですね、LB もちょっと違いますね、はい、フィーナさんは全体ダメージプラス、光闇属性耐性を下げます。そうですね、うん、はい、その後全体リレイズですね、うん、まあ、リュックさんの LB の、うん、攻撃できて耐性も下げれる場、うん、といったところでしょうか。めちゃ強い、はい、そしてですね、彩香さんの LB は全体アレイズですね。そうですね、戦闘不能になっちゃってるやつを蘇らせる方ですね、はいはい、全体アレイズプラス HP 回復ですね、はい、そして全状態異常回復させ、うん、ステータスダウンも回復させ、うん、魅了ストップも解除してくれますね。なんと素晴らしい、はい、なので、まあ、亡くなってる方とかを、うん、まあ、完全復帰させる、うん、生きてるみんなを完全復帰させるスキル LB が彩香さんですね。対して生きてる人たちを死んでも大丈夫な状態にするっていうのがフィーナさん、フィーナちゃんですね、っていう違いが出ますね。はい、なので、まあ、敵のね、うん、ボスに対して使い分けをするのがいいんじゃないかなと思います。はい、あと注意点なんですけど、うん、フィーナさんはカウンター回復って紹介しましたけど、カウンター攻撃もそうですね、持っております、はい、なので、あの魔法や攻撃に反応してしまう敵に、うん、フィーナさんを連れてってしまった場合、うん、カウンター攻撃が発動して敵に攻撃を入れてしまう時があるので、うん、ちょっと頭に入れておくと編成する時に楽かなというところですね。はい、続きまして召喚師の子たちを紹介していきたいと思います。はい、こちらのね、FFB で、はい、最強召喚師星5ハイスですね、はい、の子は A 子とユーナかなと思います、うん、なのでこちらのね、はい、A 子とユーナを比較していきたいと思います、はい、まずはお互いにできることからいきたいと思います、うん、お互いにできることはなんとレイズ、ケアルガ、かなり
少ないですね。そうなんです、うん、で召喚増加ですね、召喚ゲージの増加、うん、ただこれもねちょっと違いがありましてですね、エイコさんの召喚ゲージ増加は、バーストストーンにより上昇量アップさせて召喚ゲージを増加という、うん、特殊アビリティと、HP 回復全体に HP 回復をさせて召喚ゲージを増加という、まあ、2つのなるほどなるほどあります、はい、対してゆうなさんはですねなんと自分の魔力と精神をアップさせる、うん、かつ召喚ゲージを上げるといった、特殊アビリティとなっております、うん、でなんでこれ攻撃的そう攻撃的なんですよ。でなんでこれ魔力と精神が上がるのかなという話なんですけれども、はい、シューティングパワーとシューティングレイという技がありまして、うん、こちらが、召喚ゲージを消費して、うん攻撃する魔力と精神依存のそうです、ね、召喚アタックとなっております、うんうん、ゆうなさん特有の技ですね。そうですね。で、あとはですね意外や意外ほぼほぼ違います、うん、まずはエイコさんはアレイズが使えます、うん、そして対してゆうなさんはリレイズとなっております、うん、そしてですね、エイコさんはエスナガ、デスペガで、ゆうなさんはエスナ、デスペルとなっておりまして。ちょっと違うんですね。そうなんです。単体か全体かがちょっと違いますね、うんうんうん、で、エイコさんはですねで、何々ナガ、デプロナガとか、うんうん、あのステータス解除、ね、これ結構特有ですね、はいはい、自分のステータスダウン解除を使えることに対して、うん、ゆうなさんはですねバなんとかが、うん、まあ、バサンダーがとか、うん、まあ、そういうものですね。耐性アップですね、はい、うん、でその耐性が火、氷、雷、水の4属性対応しております。ガはでもかなり上がりますからね、はい、かなり上がりますからね、うん、エイコさんがダブル白魔法を持っているのに対して、はい、ユーナさんはですね連続魔ダブル白魔法を持っていません。そうなんですよ。なんで、はい、結構 ヒーラーというか魔法を使う形で運用したい場合は、はい、結構持たせてあげる必須みたいな。そうなんですよ。しかもバーなんとかガを使いたい場合はホーリーワンドじゃなくて連続魔じゃないといけないっていうね。緑魔法なのでね、はいはい、なのでちょっとそこがね特殊ですね、うん、で、あの、まあ、全体のイメージ、はい、今日聞いて、A 子さんが回復に酔ってる召喚して、うん、ゆうなさんが、攻撃に特化した召喚師なのかなと思いきや、はい、召喚、うん、精度でバハムートを打った時のダメージが上がるパーセントがですね、うん、パッシブで A 子さんが 60%、うん、そしてゆうなさんが 50% 増加ということで、 なんと単純な召喚ゲージ、うん、召喚で比べると A 子さんの方が上となっております。ちょっと上、はい、なのであの召喚フィニッシュ、うん、厳重フィニッシュですね、うん、厳重フィニッシュの時に使うってなった時は意外や意外ゆうなさんよりも A 子さんの方が適していると言える。なるほど。ダメージが出ると、はい、ダメージが出るということですね。他にも星5排出キャラ以外にも有用な回復薬ございます、はいはい、まずは星3排出のローゼリア、うん、ローゼリアさんはですねアビリティ覚醒によって、うん、あの MP も回復することができます。そうですね、祈りなどでね、はいはい、かつですね、トリプル白魔法を星6になることで覚えますね。まあケアルガとか3回打てますみたいな。ケアルガも確かアビリティ覚醒してますよね、はい、そうなんですよ。強くなったケアルガをモリモリ打ってると、はいはい、なのでね、うん、ぜひねあの回復力が足りないという方等は、うん、ローゼリア使っていただければと思います、うん、そしてですねローザさん星4排出ですね。もう超使ってますよ。いやこれチュニタスの降臨によく見る。そうですね、皆さんのね降臨にもよく見る子だと思いますけれども。そうですね、はい、この子は、MP 回復超優秀。そうなんですよ、はいはい、この子はですねキアルガもアレイズもできる、うん、以外にも、まあ、状態異常回復、うん、石化以外できますし、そうですね、かつですねステータスダウンも解除してくれる、まあ、単体だし、はい、まあ、一個ずつなんですけ ど、でも超大事ですよ、はい、うん、でかつ、チュニタスが言った HP、MP 回復でもそうです、そうです、はい、をパーセント回復ですね、はい、まあ、半分まではいかないけどほぼ半分ぐらい、うん、回復してくれるので、うん、まあ、長期戦12ブグとかでね、うん、長期戦になるときは控えにね入れておいて損はない子ですね。そうですね、精神波とかで MP を徐々回復もできますし、はいはい、まあダブル白魔法、うん、デフォルト持ち、はい、強い強い。はい、というわけで今回は、まあ、ヒーラーとかサポート役の、はい、キャラクター紹介させていただいたんですけども、まあ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 皆さんお手持ちのね、うん、ユニットいらっしゃると思うので、はい、まあ、先ほどみそちゃんからね紹介してもらった、まあ、得意なこととか、うん、できることできないことみたいなのをちょっと比較していただいて、それに使い分けてね降臨とかに行ってみるとまたね新しくいろいろ遊べるんじゃないかなと思います。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。
今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターやってます。詳細欄にリンクがあります。ぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらのチャンネル登録も動画の更新通知やライブのお知らせが届きますので、ぜひよろしくお願いします。では、また見てね。バイバイ。バイバイ。